北村和は日本の俳優、声優。本名は同じ。東京府出身。早稲田大学第一文学部芸術科卒業。文学座に所属していた。息子は俳優の北村幸也。娘は女優の北村ゆり。四重法省、訓四等局実小章受賞受賞。出生地は東京市小石川区竹林町。出身地は静岡県。 医師の次男として生まれる。東京都立第十一中学卒業。県数専門学校、東京工業専門学校に進み、終戦を迎える。日本大学三島校舎理工学部与科卒業。早稲田大で、小沢翔一、加藤武史、今村昭平らとグループを結成して、演劇活動に熱中した。大学在学中の1950年に文学座の研究生となり、 大学卒業と同時に文学座巡在員となる。研究所同期には、元山角子、中谷登、小池朝雄がいた。1951年、文学座附属演劇研究所終了。1951年に、金楼山の人々で初舞台を踏む。1955年に在員に昇格。以降、女の一生や、花岡青州の妻などで、 杉村春子の相手役を務め、文学座の看板俳優となる。欲望という名の電車、秋外伝など文学座一筋で舞台に出演し、杉村泣きやとも文学座を支えた。1965年に初演した、花咲くチェリーのチェリー役は当たり役で、上演回数は400回に達する。映画では、大学時代からの友人である、今村昌平作品の常連として活躍。 テレビドラマでも数多くの作品のレギュラーセミレギュラーとして出演。人形劇、ひょっこりひょうたん島までは声優も担当した。エピソードも多く、アーサー・ミラーのセールスマンの詩をセールスマンの歌と勘違いしたり、三島由紀夫の劇曲、六名館を加名館と読み間違えたり、などその手の失敗談にはこと書か,かない。1997年より、 日本進撃俳優協会会長。2007年5月6日、肺炎による呼吸不全のため、東京都新宿区の病院で死去。80歳没。小沢昭一とも大学時代の友人であり、加藤武史とも親友であった。俳優用が海外ドラマ海外ドラマ。ありがとうございます。